UEFA ユーロ2024ユーロ2024ラウンド16ルーマニア代表対オランダ代表の試合が現地時間2日に行われルーマニア代表が0対3の敗戦を喫したこの試合でルーマニア代表のカウンターチャンスを審判が潰した可能性があるとして物議を醸しているルーマニアメディアプロスポーツが報じた決勝トーナメント表サッカーユーロ2024 ユーロ2024、ルーマニア代表を率いるエドワード・ヨルダネスク監督は、デニス・ドラグシュやヤニス・ハジ、デニス・マンなどを先発起用。20分には、オランダ代表のコーディ・ガクポに右足で先制点を決められた。対するルーマニア代表も終盤にカウンターから大きなチャンスを迎え、オランダ代表のゴールに迫る場面があった。しかし、主審が笛を吹いて試合を止める。 直前のプレーで、ルーマニア代表のデニス・アリベクが足を高く上げたと判断し、オランダ代表のフリーキックから再開されることになった。これに抗議したルーマニア代表のニコラスタンシューがイエローカードを受けている。そして、流れが変わり、直後の83分にオランダ代表のドニエル・マレンに追加点を決められた。後半アディショナルタイムにも再びマレンにゴールを決められ、 ルーマニア代表は0対3の敗戦を喫している。同メディアはタイトルに全てを変える可能性のある物議を醸す判定だ。ドイツ人主審は信じられない判定を下し、スタン州とヨルダネスク監督は怒りを爆発させたとつけて報じ、同メディアでコメンテーターを務めるイオン・アレクサンドル氏は、なぜだスタン州にイエローカード、ドイツのレフェリーが我々の反撃を封じた。今のは何だ 何もないだろ、と反応している。また、解説者のクリスティ・ペトレ氏は、どこが危険なプレーなんだ。なんてことだ、我々はチャンスを阻まれた。主審の大きなミス、大きなチャンスだったのに、と語った。